鉄道作業局523-3150型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道作業局、鉄道院、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は、鉄道作業局が1904年3月に、自局の神戸工場で4両を製作した、車軸配置2から6から2の単式に寄稿、飽和式タンク機関車で、 番号は521から524と称した。私鉄国有化を受けて1909年に実施された鉄道員の車両称号規定では3150型に改版された。東海道選挙と馬場間の急行バイク間で使用するために製作されたもので、先にイギリスのナスミス・ウィルソンから輸入された B5 型と用途面では共通であるが、 同じ神戸工場で製作された B6 型との共通点も多い。同じ勾配専用である B6 型や F1 型と同様、半圧ブレーキを装備していた。また、当時、神戸で記者観察法を務めていたリチャード・フランシスト・レビシックの指導により1902年から製作着手され、煙室前板の形状は、彼の流儀の前板のみを下広がりとしたもの。 便装置も、除衣式である。配置は、州市京阪神地区で、大阪、神戸、梅工事などに所属し、貨物列車の牽引に使用されていたが、1922年7月に、全車が廃車解体され、民間に払い下げられたり、保存されたものはない。製造番号は付されていないが、22から25に相当する。金田は、 廃車26年後の1948年に、高取工場のスクラップ置き場でボイラを実験している、日本蒸気機関車誌関節鉄道編260ページ。ありがとうございます。